皆さん、ひょっとして掲示板を見てきてくださったの？あ、うん、見たわよ。急ぎの依頼があるみたいだったけど。ええ、今日の日曜学校で講師をお願いしたいんです。どうでしょう、お願いできますかしら？うん、大丈夫よ。あんまり自信ないけど、とりあえずやってみるわ。ありがとうございます。本当に助かりますわ。お願いしていたカルナさんが急に出張になってしまって、もうどうしようかと途方に暮れていたところでしたの。なるほどね、それで急な話になったわけか。で、私はどうすればいいの？ええ、まずは臨室へどうぞ。そちらで授業の内容を簡単に説明いたしますわ。なるほどね。うん、授業の進め方は大体飲み込めたと思うわ。教会のおさらいから始めて、次に遊撃士の職務の説明、最後に子供たちからの質問に正しく答えていけばいいのね。はい、それで結構だと思います。それでは私は授業に戻りますわ。後でお呼びしますから、それまでここでお待ちください。うん、しかし世の中とはわからないものだね。あら、珍しく気が合うわね。私もそう思ってたとこよ。ん？どうしたの？二人とも私の顔になんかついてる？いや、さすがの僕もこれは予想できなかったよ。まさかエステル君が教壇に立つ日が来ようとはね。うんうん、びっくりだよね。日曜学校のサボり常習犯も立派に育ったってことかしら。いやー、お姉さんも嬉しいわ。ずいぶん言ってくれるわね。確かにあんまり自信はないけど、子供たちに教えるくらい大丈夫よ。だといいんだけど。じゃあ私の方は終わるまでゆっくりさせてもらうとするわ。オリビエたちはどうするの？僕は微力ながらエステル君を応援させてもらうよ。ここの2階からは授業がよく見えるようだからね。おお、ナイスアイディアです。私もカメラを持っていこう。二人とも邪魔だけはしないでよね。
さてと。じゃあこっから先の授業は講師の先生にしてもらうぜ。わざわざ来てくれたんだからみんな失礼がないようにな。はーい。ではどうぞ。お姉ちゃん誰？今自己紹介するから待っててね。こんにちは。お姉さんはエステル・ブライトって言います。まだまだ新米だけど遊撃士ってお仕事をやってるのよ。遊撃士なの？嘘、かっこいい。お姉ちゃんっていくつ？おうおう、質問は後でな。まずは先生にここまでの復習から始めてもらうぞ。じゃあよろしく頼むぜ。じゃあみんな用意はいいかな？早速今日の授業のおさらいを始めちゃうわよ。私の仕事である遊撃士についてお話しするわね。ブレイザーっていうのは調査と戦闘のスペシャリストなの。そんな私たち遊撃士の主な使命とは、平和と民間人の保護よ。魔獣退治や犯罪の防止だけでなく、荷物の護衛とか落とし物探しまで、さまざまな形で地域に貢献する仕事など。よし、今のは完璧だったわね。私たち遊撃士の身分には正遊撃士と準遊撃士の2つがあるわ。そのうちの準遊撃士っていうのはいわば見習いのようなもので、ここで功績を積み重ねてやがては正遊撃士に昇進するわけね。でも正遊撃士になってからもさらにまた別の階級分けがあるの。ランクと呼ばれるもので、その段階は経験や実績に応じて。G 級から A 級まで7段階あるわ。正式な階級はこの7つだけで、昇格が近くなると階級にプラスがつくわ。さらに S 級っていうのもあるけど、それは特別な功績を立てた人物に非公式に与えられる名誉の階級なの。だから一般には A 級位のものが最高ランクの遊撃士になるわ。間違ってないわよね。さて、そんな遊撃士たちを束ねる組織がみんなも知ってるブレイザーギルドよ。授業で習ったと思うけど、教会はリベール王国だけでなく大陸のあちこちで活動しているわ。この世界的な組合が設立されたのは動力革命とほぼ同時代の。約50年前のことよ。動力技術と教会の関係は深くて、今でもオーブメント関連財団から資金協力を受けているそうよ。確かそうだったわよね。続いては
遊撃士と諸外国との関係についてのお話よ。現在遊撃士協会は大陸全土に支部を構えているけど、協会がここまで拡大できたのは特定の国家と結びつきのない非政府的な組織であったおかげね。けど実際の活動の中でも遊撃士協会はいろいろと考えているのよ。例えば国家との対立を防ぐための約束事なんかもきちんと守ってるわ。その中でも一番有名な約束が、国家権力への不干渉よ。つまり国やその機関には手出しをしないってことね。国の内部の問題はあくまでその国の人たちが考えることなの。こういうことに口出しするのは国際的にもルール違反とされているわ。よし、すんなり説明できたわ。協会はこんな風に様々な手段で国家と役割を分担しているのよ。もちろん全てが規約の通りうまく解決するわけじゃないし、緊急事態となれば規約と矛盾する立場に置かれることもあるわよね。でもそんな時も遊撃士たちは原則に従って行動することを求められるわ。つまり私たち遊撃士はいついかなる場合でも、民間人の保護を優先するのよ。このことを第一に考えていれば自然と正しい行動へと導かれるわ。まあ行動を起こしてみればいろいろと問題も出てくるんだけど、それを乗り越えるのも腕のうちね。よくまとまったわ。以上でおさらいはおしまいよ。どう？みんなわかったかな？うん、これで授業の前半は終わりか。頑張ってるじゃない。あの子ったらいつの間に勉強してたのかしら。よし、じゃあこっからはお待ちかねの質問タイムだ。講師の先生に聞きたいことがあったらじゃんじゃん手を挙げるんだぞ。それじゃ後半もよろしくな。うん、任せといて。さーて、それじゃあ質問タイムのスタートよ。質問かな？遊撃士っていくつになったらなれるの？何歳になれば遊撃士になれるかってことね。遊撃士になるにはまずは準遊撃士にならないとね。試験に合格すればなれるけど、その試験を受けるためには、あることが条件よ。ただし試験をパスしてもすぐになれるわけじゃないの。しばらくは先輩の遊撃士の下で基礎的な研修を受けることになるわ。そこで十分に実力をつけた後にようやく準遊撃士になれるのよ。バッチリの回答ね。そっか、16歳になればいいんだね。分かったよ、ありがとう先生。はい先生、質問してもいい？うん、何かな？魔獣って絶対にやっつけなきゃダメなの？
すごく可愛いのもいるのに。あ、それはいい質問ね。ま、でも一般的にはの意向を重視するわ。魔獣への対応に正解はないの。現場の状況によるってことね。だから依頼者が退治を希望しないような場合には逃がしてしまうこともあるのよ。難しい質問だったけどうまく答えられたみたいね。へえ、なるほどね。僕も質問していいですか？いいわよ。少し前に空賊団が定期船を襲った事件があったよね。あの時空賊を逮捕したのは王国軍の兵隊さんたちだったの？それとも遊撃士さんたち？定期船リンデ号が襲われた事件のことね。あの時最終的に空賊団を逮捕したのは、軍の部隊よ。最後の突入作戦では遊撃士と王国軍が空賊を挟み撃ちする形になったの。空賊が逃げるところに王国軍が来て逮捕してくれたのね。つまり遊撃士と王国軍が協力して逮捕にこぎつけたわけよ。よし、問題ないわね。そっか、王国軍と遊撃士が協力してたのか。うん、それが一番だよね。ちょっといいですか？はい、どうぞ。今受験勉強をしていて忘れてしまったんですけど、民間人に対する保護義務は協会規約の第何項でしたっけ？ゲゲ！そんなの覚えてるわけないじゃない。ちょっと待って、民間人に対する保護義務よね。それは確か、協会規約第2項かな。ああ、そうでしたね。僕も今思い出しました。どうもすみません。ううん、いいのよ。なんとかしのいだわね。もう質問はない？じゃあ先生質問。うん、何？今日の授業とはあんまり関係ないんだけど、市長さんが逮捕された時に女王様の飛行船が来たでしょ？あの飛行船ってどれくらい大きいの？来たわね。全く流れと関係ない質問。女王様の船ってアルセイユ号のことかな。うん、それそれ。すごく大きく見えたけど、どれぐらい大きいのかなって。アルセイユの大きさか。うん、前に本か何かで読んだことあったと思うけど、確か全長42アージュだったと思うわ。正確じゃないかもしれないけど大体の大きさは合ってるはずよ。へえ、やっぱり大きいのね。ありがとう先生。さてと、もう質問はないな。よし、それじゃあこれで講師の先生の授業は終わりだぜ。さ、先生にお礼を言おうか。ありがとうございました。じゃ、またね。
本日はお忙しいところありがとうございました。子供たちも大変喜んでいましたよ。本当に素晴らしい講義でしたわ。ありがとう。やる前は心配だったけど、喜んでもらえてよかったわ。まだ他の授業がありますので、私はこれで失礼いたしますわね。ではまた機会がありましたらよろしくお願いいたしますわ。うん、それじゃあね。やり遂げたじゃない。どうにかね。謙遜することはないさ。見させてもらったが、あっぱれな講師ぶりだったよ。そうだった。それならいいんだけど、ただやっぱり知識不足を実感しちゃったな。細かいこと聞かれるとその度にあたふたしてたし。ま、これから努力するのね。規約を知らない遊撃士なんて誰にも信用してもらえないわよ。そうだよね。うん、頑張ってみるわ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。